安倍総理大臣はトラックドライバーの技能を競う全国大会の優勝者らに運送業界の職場環境の改善に努力する考えを伝えました。運送業界におきましては非常にこの有効求人率が高いという人手不足の中で大変厳しい日々があるとは思いますが、今後ですね、会長と業界の皆様とともに協力しながら皆様の職場環境がさらに改善するように努力もしていきたいと。トラックの運転技術や知識を競う大会で優勝した男女4人が総理官邸を訪れました。内閣総理大臣賞を受賞した日本通運富山軽装事業所の樋口和孝さんには安倍総理から優勝トロフィーが贈られました。この後安倍総理は11トントラックに乗り込み運転席の様子などを体験しました。座り心地はいかがでしょうか。乗り心地はいいですよね。